で、これはね、これは赤しそですね。で、これはなんで出てくるのかっていうとね、毎年なんか知らんけど、どっかから出てくるんですよ。あんまり最近出てこなかったんだけど、これもね、種小さいんだけど、よく出てくるもんだなと思うね。で、成長力のあるやつだけこうやってでかくなるっていうね。大概にたくさん出てんだろうけど、うまくいかないですね。で、これ、しそなんだけど、食われちゃってるね。とうとう。で、ここに一応、かぼちゃかな、あるんだけど、これでかくならないんでね。で、あと、これが、これ、塩菜。空心菜ね。これ一応こういうのに巻いて、で、液体肥料を下に入れてんだけどさ。あんまり今んところうまくいかないな。まあ、こんなもんなのかもわからんけど、最初は。ちなみにポットはね、夜顔を巻いたんですよね。その字で出てくるといいんだけど。